オナガガモは、カモモクカモカカモアカマガモ属に分類される鳥類の一種で、ある。北半球に広く分布する大型のカモで、名前通りオスのオハが長いのが特徴である。ユーラシア大陸の北部と、北アメリカ北部の艦隊からアカン隊にかけての地域で繁殖し、冬期はユーラシア及び北アメリカの温帯から、熱帯地域やアフリカ北部にわたり越冬する。カモ類の中ではマガモ。 小ガモ、ハシビロガモに並んで分布域が広い。アジア極東部で繁殖するものは、同じ個体が年によって日本などのアジア地域や北アメリカと異なった地域で越冬することが、足輪を使った標識調査で確認されている。日本では全国に冬鳥として多数都えする。オナガガモの分布。黄緑が繁殖地、青が越冬地。 緑が一年中見られる地域を示す全長はオス61から7 5ンチメートルメス51から5 7センチメートル翼ョ長は80から9 5トルマガモよりもわずかに大きい。他のカモより比較的首頭波が長く、スマートな体型をしている。オスの方が大きいのは、もともとオスの方が大きいのに加え、 お葉の中央2枚が10センチメートルほども細長く伸びることによる。オス成長は頭部が黒褐色、首から胸、腹まで白色で、その境界では白い帯が首の側面から後頭部に切れ込む。体は黒い横縞模様が細かく走る。背中にミノのような黒い肩羽があり、翼と尾も黒いが腰に紅白色の太い帯が入る。また、 くちばしは中央が黒くて側面が青灰色をしている。メスは頭部は褐色、その他の部分は黒褐色に泡褐色の縁取りがある羽毛に覆われ、全体的に黒褐色と泡褐色のまだら模様に見える。くちばしは全体が黒い。なお非繁殖期のオスはメスによく似たエクリプスに変化するが、くちばし側面の青灰色が残るので区別できる。 そのため巣が有化した個体や他のカモ類との雑種も稀に記録される。越冬地では故障、河川、海岸などに生息する。群れを形成する。日本では各地の白鳥と来地において白鳥類の周囲に多数群がっているのが観察される。植生は雑食性で植物の種子や水草、貝類などを食べる。昼間は休息を取り、 夜間に餌場に移動して採事するが、餌付けされている地域では、日中も活動する。白鳥とライチでは、白鳥の餌付けの際に殺到する様が見られる。また、北、アメリカでは多数飛来する。オナガガモに作物を食害されないように、麦など、穀物の一部を、わざと収穫せずに畑に残し、オナガガモに食べさせている。繁殖形態は卵生。繁殖期は5から7月で、 ホラン、育数は、メスが行う。オスは、小ガモのような高い鳴き声のほか、ピル、ピルなどいくつかの違った声で鳴く。メスの鳴き声は、マガモのように、ガーガーである。狩猟鳥である。マガモ同様、肉が食用として賞味されるが、その味はマガモに比べて水っぽく、劣っているとされる。国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。日本の高知県で、 レッドリストの気球種の指定を受けている。ありがとうございます。